はい、こんにちは、総合監督と申します。ウイニングイレブンカードコレクションウイコレ、本日はこちらのゲームを実況プレイしていこうと思います。はい、前回ですかね、まあ、あのグレード100以上のね、まあ、選手カードをね、選手カードというか、まあ、ガチャを引きまして、まあ、あの選手なんですけれども、こちらどうやはい、はい、こちらですね。はい、ミラーレムピャニッチを、手に入れました。まあね、今週はこの選手をちょっと強化する期間に当てていきたいなとは思ってます。とりあえずレベルマックスにはしたんですけれどもね。はい、で今回ですけれども、ガチャを引いていこうと思います。まずはね、こちらガチャ券、プレゼントボックス内のガチャ券、これだけと、あとはガチャ、こちら無料ガチャね、まあ、あのセカンドアニバーサリーということで、無料で22連のガチャが引けるということで、11月18日までですか。もうね、1週間、そうですね、来週の15時、まあ、3時までなのでね、もうこれきっちりね、引いていきたいと思ってます。ということで、まずはガチャ券から、いきたいと思います。あとそれですね、今イベントこちらが来てます。はい、このなんかサーカスのイベント、いまいち僕よく理解してないんですけれどもね、まあ、このイベントちょっとまあ、ぼちぼちやりつつ、こっちのね、まあ、なんていうんだろう、そうそう、こっちね、はい、スキルマッチね、まあ、スキルがちょっとね、ペアンチのね、スキルがまあマックスなってないんで、そのためにもまあね、両方、まあ、両天秤にかけながらやっていきたいなと思ってます。はい、ということで、ガチ券からいきましょう。 10% のガチャ4枚、そして 30% 1枚、そしてナショナルシリーズの確定ガチャが1枚ですね。ということでこれやっていきたいと思います。まあおそらく星5の選手が1人2人は手に入る、まあ1人は確定ですね、2人ぐらい手に入るんじゃないかなと思います。さあ行きましょう。まずは、シルバーから始まる、シルバーだと星4ですね。ただ星4で欲しい選手は本当にいないんでね、そのままね、バンバンやっていきたいと思います。さあ行きましょう。再び 10%、 あの22連は星5って確定なのかな、じゃなさそうですね。おお、来た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 、まずは星51枚確定。さあ来ました、確定というか、はい、星5まずは1枚、これで2枚は確定ですね。まあ、1枚はね、あの確定権が確定権持ってますね。はい、またね、なんかこの前からずっとグレード93の選手が来続けるという現象起きてますけれども、はい、ここ当たりました。ジェームズ・ミルナ。まあ、たくさんのポジション使えるんですけれども、多分でも使わないかなって感じしますけどね。はい、ということで、ダンジャンいきたいと思います。再び 10%、星が 10% ガチャ券いきたいと思います。10% といつもこれなんか 10% 以上の確率で最近来てる気がします。もう結構熱いのかな、みたいなガチャ券。はい。結構熱いのかな、まあ、熱くはないよな、10% から。さあ、再びいきたいと思います。おっと、ということで、しばしお待ちください。はい、お待たせいたしました。再びね、まあ、プレゼントボックス内のガチャ券引いていきたいと思います。星5確率 10% ガチャ、枠をね広げてきました。はい、さあちょっと流れが悪くなったか。星4、グレード83、ファビアン・ルイスかな、これは。そうですね、はい、ファビアン・ルイス83か、もうちょっとありそうな気もするけどな。さあ次、星5確率 30% いきたいと思います。まあ 30% の分ね、さっきよりも当たりやすくなったんじゃないかなということで、星5の数がちょっと増えたな。お、向こう行ったところ、しかし星5引く、しかし星5引いた。さあ誰だ、まあ結構なんだろう、持ってる選手でもいいかな、とりあえず強化したいかな。94、これはいいな。はい、カジャホンですね。カジャホンはすでに、一度獲得したことがあります。で、今はもう持ってるんですけれども、多分でもね、このグレードじゃ、まあ、前線にはね、ちょっと割って入れないかなって感じがします。次、星5ナショナルシリーズ、確定ガチャ。ナショナルの星5を確定してます。旗の色はあまりよろしくない。だいたい90から94枚の間の近くのかな、これは。ナショナルの星5やからな、パパッと思いつかへんけど、さあ誰が来る。グレード92、おねってけど、これ今来てるスプシームってかな、マティアス・ギンター、はい、ドイツ代表、グレードが92、どうやろうな、まあまあセンターバックは結構不足してるからね。はい、ということで、ガチャ券すべて引き終えましたので、もうすでにここで、現在、まあ、あの星5のカードが3枚ですね、星5選手が3枚、上がりました。さあそしたら11連が2回引けるセカンドアニバーサリー無料22連ガチャいきたいと思います。11連は2回ですね、2回だけ引くことのできる無料の11連ガチャです。星3以上の選手が必ず出現する。スペシャルはこう、星4以上の選手カードが確定で出現しますということで、まあ、星5は確定じゃないですね。ちょっと怖いところあるな、このガチャ。まあ、でもね、なんかやっぱり一番上見ちゃうとロナウドとかね、まあ、デヘアとかゲッリー、まあ、メッシもいますね。素晴らしいですよ、このガチャ。はい、スプリーモね、はいはい、スプリーモもナショナルのスプリーモも結構いい、メッシとか、まあ、なんかめっちゃ入ってるな。
なんか、飯ぐらい弾けるんじゃないみたいなとこあるけど、うん、まあ飯というよりもバンダイクの方が欲しいですけれどもね。ということで、無料22連ガチャいきたいと思います。ちょっとね、若干カミカミですよね。はい。さあ、行きましょう。まずはね、星5引くところから始めたいけれども、星5引けた。はい、本日4度目の星5カード。はい、星5選手カードですね。さあ、行きましょう。まあこの辺はね、もうバンバン、過ぎ去っていっていいです。はい、おー、来た来た。まあね、そこの、でもリアリティのキラなんで、まあ、そんなに必要ないかな。なんか昔じゃなくて、それ未来、まあですね。まあ、そのうち、星5とかに昇格する選手だったらかなり熱いかもしれません。さあ、ラスト。これが星5だ。さあ、結構上がってるぞ。93。はい。アシェリーヤングかな。ちょっと見ていきましょう。はい。アシェリーヤング、マチサイナイテッド所属。グレードが93。悪くないですね。ヤングか、そうか。このポジションは誰か収まってたような気がしますね。はい。次行きましょう。11年2回目。まあ、とりあえず、星5引けること。それがとても大事だと思います。さあ、行きましょう。星5たくさん回ってますね。これ結構確率実は悪くないんじゃん。なんかね、すぐ引けそうな感じはあったんやけど、ダメでした。ごめんなさい。ダメでした。はい。まあ、最初に星5出すよりも、2回目での星5出したかったなって感じもするね。まあ、しゃあないですね、これは。こればっかりは仕方がない。まあ、通常運転です。はい。大丈夫。7つ目、ありがとう。うん。9。そして、10。誰だ ?TT とするか。はい、ということで、まあ、やはりね、予想していた通り、もう星4のね、銀の玉を蹴った時点で、まあ、こうなることは予想できました。バスドストですね。はい、ということで、すべてのガチ円引き終えました。が、まあ、プレミアムボールがね、1012個持ってるんですけれども、まあね、ちょっと今のガチャは、少し微妙かなって感じがしますね。ランキングサーカス、11連ガチャ。どうなんかってところですよね。スペシャル枠が、まあ、星5カード確率 30% ということで、まあ、スプリーモ選手1枚確定のこっちも、まあ、若干微妙かなって感じがしますね。まあ、500個プレミアムボールを差し出せばスプリームの選手が1枚当たるということなんですけども、スプリームもね本当になんかあれありますからね、提供選手カード1枚欄をちょっと見て、レギュラーあれスプリーム1枚確定でしょ。だから92からそうね102までね結構ねありますからね、幅がね、こんだけやったらやっぱちょっと厳しいかなって感じがしますね。半分ぐらいあれですかね。はい。ということで、お時間の方なくなってまいりましたが、今日はね、まあこの辺で終わりたいと思っております。またね、近いうちにまあプレミアムボールも溜まってることですし、またなんか熱いガチが来たら引きたいなと思ってます。ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。